ハーレム川を行くサークルライン観光クルーゼズの船サークルライン観光クルーゼズはニューヨークで観光クルーズを運営する会社でマンハッタンの42番街の生誕にあたるヘルズキッチンの83頭から出発する船でマンハッタン島一周は1905年にハーレムシップ運河が完成して可能になった最初の一周定期クルーズは1908から始まっている 1945年にはいくつかの会社を合併して、サークルライン観光クルーゼズ社が作られて、この頃はバッテリーパークから出発していた。1955年には現在の83不動から出発するようになった。1981年、サークルラインは2つに分かれて、サークルライン42番街とサークルラインダウンタウンとなり、校舎は バッテリーパークから出船して、エリス島、リバテ島へ観光などをしていたが、2008年にこうした島への観光のライセンスを失って、同年ニューヨークウォータータクシーに買収された。2017年1月、サークルラインはニューヨークウォータータクシーを買収している。現在8隻の船があり、次のような様々なクルーズから選べる。ありがとうございます。